現在工業高校1年です。難関大学に行きたいのですが、周りの人には無理だと言われます。河野さんはどう思いますか現在青チャート、英語、生物基礎に力を入れて勉強しています。他に何の教科をやればいいです,よいいですか学問で勉強するのは早いですか周りの私立のトップレベルや普通科の生徒と差をつけることはできますかまず、あの、いけるかいけないかって言ったら、言ったらいけますね。うん。で、何をするべきかっていうと、とにかく数学と英語、めちゃめちゃやりましょう。 うん、数学と英語をアドバンテージ取れるだけでかなり違ってくるんですよね理系ですよねきっと理系だからでまあえっと理科に関しては正直高校2年生からでどうにでもなりますねうんあの数学と英語で大きなアドバンテージを取っておくっていうことは非常に後々有意義やりやすくなってきますしあの 理科は最悪学校の授業で対応しとくので大丈夫です今のうちはあの何て言うんだろうな幅広くやりすぎたがゆえに本当に大事なところをで失点してしまうともったいないのでねまああのある程度余裕があるよっていう場合だったら生物基礎ぐらいだったら全然やっていいと思うんですけど <laughs> まあ生物基礎ぐらいだったら全然やっていいかなっていうのもあるけどまあちょっとどれぐらいの今数学と英語の力があるかわからないのでまずはもう絞って数学と英語これだけはしっかりとやるっていうこの,あの力を身につけてもらえたらいいかなと思いますで差をつけることはできますかっていうところで普通科の生徒全然いきますが私立のトップレベルってなると何とも言えないですね 私立のトップレベルってあのトップレベルなんですよ。っていうのも、何て言うんだろうな、大学受験って、これ大学受験、まあ、高校3年生、高校2年生、3年生のうちにどれだけ勉強したかっていうのはもちろん、まあ、そこのファクターは非常に大きいんですけど、やっぱり今まで生きてきた人生の中の積み重ねなんですよね。そそれこそ例えば小学生の時に いかにたくさん計算したかによって計算力って明確に変わってくるじゃないですかあるいはまあ中学の頃から英語しっかりと復習あふれてていろいろ英語の文章もたくさん読んでて英語割とスラスラ読めるよっていう人かどうかによっても大きく差が出てきてしまうんですけど私立のトップレベルってなると本当にあの中学受験もしてだから小学校の頃から しっかりと受験勉強というものをやってかつ中学高校と抜かりなくめちゃめちゃ勉強しているので私立ののトップレベルとと差をつけるっていいいうのは非常に難しいと思いますただあのこれは言えることは私立のトップレベルになる必要はありません難関、うん、大学私立のトップレベルだったら余裕で難関大学余裕合格する人たちなのでねあの まあとにかく高校1年生のうちに数学と英語、まあ、それこそ、えー、数 1a2b ぐらいを青チャートレベル一通りなんか復習しましたみたいな、まあ、高2の夏ぐらいまでにもう一週ちゃんと復習して書かれてること全部わかるようになるとかのレベルまで持ってけたらめちゃめちゃ強いですよね。うん で高2のうちに数3また一通り触れてみたいな復習しつつ触れてで英語も文章をしっかりと読むことになれつつリスニングとかもちょくちょく挟みつつ単語をしっかりと覚えてっていうことを今のうちからやってたら余裕ですあの本当に高校1年生の頃から勉強してる人ってそんなに多くないと思うのでねはいっていう感じです頑張ってください一緒に頑張っていきましょう